1972年3月3日、地球の存在を伝えるメッセージを携え、オービターパイオニア10号が宇宙に打ち上げられた。時は2050年、太陽系を遥か離れて宇宙の旅を続けていたパイオニア10号から、それまで届いていた連絡が突如途絶えた。のんきな地球の技術者たちがそれを単なる通信ミスと受け止めていた頃、何者かがパイオニア10号のメッセージをキャッチし、悪用していたのだ。参りました。中へ通せ。